はい、どうも、ニーハオ宮田金魚チャンネルです。ということで本日なんですけれども、緊急コラボ動画です。緊急コラボ企画、ということでですね、今こちらの、目の前に映っております、自家産の謎魚です。謎魚です。これインスタ等でですね、たまに投稿とさせていただいていたんですけれども、日本産国産の保留のメスと、であと多分中国産のメノーランチュウだと思うんですけれども、でその、掛け合わせで、できた稚魚たちになります。稚魚なんですけれども、もう大体 2ヶ月ぐらいですかね。1月の末ぐらいだったので、2ヶ月ぐらい成長経過しておりまして、で、謎魚ということで、品種とか多分ないような掛け合わせなので、謎魚ということで、YouTube であったり、インスタであったり、載せさせていただいていたんですけれども、でなんと今回ですね、ありがたいことにこの謎魚を欲しいと言ってくださる方がおりましてですね、でその方が、本当にこうよくいろいろしてくださっている方で、金魚ライフチャンネルですね。金魚ライフチャンネルのひすけさんです。ひすけさん。インスタとかだと、ひすけですし、YouTube だと、金魚ライフチャンネルということで、ご自身の、YouTube チャンネルを運営されている方で、で本当にこの方はですね、第2弾の頃ぐらいから結構毎回金魚等もご購入くださっていてですね、本当にこうお世話になっていて、大変ありがたいなということなんですけれども、で今回に関してはですね、この、謎魚ですね、謎魚を、本当にありがたいことにご購入くださることになってですね、本当に何て言うんでしょう、めちゃくちゃ素人が育てた、よくわからないこの魚をですね、人様にこう販売していいかどうかっていうところもあるんですけれども、いろいろそのご相談させていただいた、結果、その金額的な部分に関しても、本当にかなりあれですね、本当何百円とか数百円ですと。で送料もこちらである程度負担をしながら、お互いが納得できるような形で、そのご購入ということに至ったので、ひすけさん、金魚ライフチャンネルの、運営者の方ですということなので、ちょっとしたこうコラボ動画的なものを、作らせていただけたらなということで、お互いやってみましょうという運びになりました。でちょっと前置きが長くなってしまったんですが、今こちらに映っているこの謎魚の中からですね、頭が発達特にしている、5匹でお願いしますということで、オーダーをいただいたので、ちょっとこの後ですね、洗面器の方に実際に、お送りをさせていただく5匹をちょっとピックアップしたいなというふうに考えております。で、ご覧の通りですね、やっぱり本当に両親両方とも4つだったんですけれども、この今映っているその子供となる謎魚たちに関しては、ご覧の通り、三つ尾であったり、尾のつまみみたいな、ものがあったりですとか、本当にその尾びれに関しては、ちょっとそんなに良くないのは、自分でも分かっていると、いうことなので、そこに関しては、ちょっとこうご理解をいただきながら、できれば4つ尾と3つを、あと桜をもう1匹ぐらいもし行けたらっていうことで、選んでいきたいなというふうに考えております。はい、でこちらがですね、先ほどの船からピックアップをさせていただいた謎魚5匹ですね。5匹となります。頭がよく出ている個体をということだったので、なるべくその中で、特に頭が出ている印象がある金魚ですね。でもちろんこの5匹とも全部バリバリに頭が出ているものを、お出ししてしまうと、私の方で育てるやつがいなくなってしまうので、ちょっとそのあたりのバランスとかは取らせていただきながら、その中でいいんじゃないかと思う5匹を選ばせてはいただいております。でこのひすけさんですね、金魚ライフチャンネルのひすけさん、なぜかあのクイタフナキにドハマりしていて、長手の金魚も好きということだったので、この謎の中ででもですね、この動画で見て
お分かりいただけるかもしれないんですが、ちょっとこうショートボディめな個体もいれば、ちょっとこう長手のものでその間の中寸みたいなやつもいるので、お好きなその長手に合わせて2匹ですね。でこの個体に関しては、まあ私の謎魚の中では、まあ、まだ大型も分からないです。僕が個人的にいいんじゃないかって思ってるだけなので、一応まあそういったものも含めてこの中にはピックアップさせていただいたというようなところです。で特にやっぱりこの子ですね、この子なんかは、ちょっと動画だと伝わるかどうか分からないんですけれども、他の個体に比べて、まあ、頭が比較的ついている印象ありますし、この こいつもですね、こいつも、まあ、多分この中では悪くない方ですと。この子もそうですね、この子も割と、なので、ちょっとした法則じゃないんですけれども、体が短いやつの方がなんか結果的に頭が出ている印象がありますね。で体が長いやつは尾びれとか尾形分からないですけれどもっていうのはちょっと綺麗なんですけれども、その代わり、頭付きがそこまでかなという印象があったりとか、まあ、なので本当にこうあっちを立てればこっちが立たないみたいなことをですね、まあ、この謎魚であったとしても、繁殖とかをするとその金魚がどういう風に変化をしていくのかみたいな、まあ、学びにもなるので、そういう部分では本当に面白いなという風には感じますね。で今これこの白い真っ白いたらいにあげて何分かま経ったんですけれども、もうすでにちょっと色が変わってますね。このたらいに入れたばかりの時は本当にこうもっと濃い黒っていうか、なんか濃い茶色みたいな感じですよね。保留ベーシックな保留のあの色のこうもっと濃くしたような感じなんですけれども、で今ですとちょっとこう茶色っぽくうっすらなんか変わってきているのがなんか分かるような気がしなくもないというところですね。 この子が、一番その 元の色に近いですかね。この子と例えば別のこっちとかを比較するとちょっとこう薄らいで色が薄らいでいるような、まあ、印象はあったりするんですけれども、まあ、ちょっと動画なのでどこまで伝わるかっていうのは、まあ、ありますが、一応ですねこの5匹を、まあ、ピックアップさせていただきました。で、まあ、これちっちゃいのでちょっとすくうのが難しいですよね。早いのでこんな感じですかね。まあなので多分あと一月とかすればもっとこう退職するんですかね、わからないですね。それもなんか過去にこうまぐれでオランダの稚魚とかを繁殖が卵を産んで、まあ、孵化した時には大体 2,3 ヶ月ぐらいで色が変わりだしたんですけれども、まあ、多分品種とか環境にもよるんでしょうし、ちょっとどうなるかはわからないんですが、まあ、そういった部分の変化も含めて、なんか楽しんでいけたらいただけたらありがたいですし、まあ、自分自身も引き続き、楽しめていけたらなというふうには考えております。 ですのですみません、ちょっと話がだいぶ長くなってしまったんですが、この後ですねこの謎魚をですね、まあ、パッキングの方して、発送の方していきたいなというふうに考えております。はい、ということでこんな感じでですね、パッキングの方させていただきましたというところなんですけれども、ちょっと分かりにくいですね。この場合のこのパッキングの画像は分かりにくいですね。はい、まあ、分かりにくいんですけれども、まあ、その発送直前のコンディションはこんな感じですよと確認の意味も込めて、まあ、やはり撮らせていただいた、ということですかね。はい、なので、まあ、この後ですね
チャンネルのひすけさんですね。ひすけさんに、送らせていただければなというふうに感じております。なので本当にこういう素人の魚をですね、まあお選びいただいて購入いただけたことに感謝は本当にもう ありがたいですね。感謝しかないですというところがあります。なのでまあその、気持ちに関してはですね、この動画でも改めてお伝えできればなというふうに感じています。本当にありがとうございます。